決まりです。ちょっと閉めようか。今ツイッターで話し込みてたらちょうど通知が来た。あれ、音が切れてるっていう奇跡。バイユエオ。こんにちは。シシマーヤです。ブリブリ。声聞こえてるかな？サイネージ見てきた。やった、ありがとう。初めて見てない。声大丈夫？グッとグッとしてる？治ってないよね。ブリブリ。プンプン。
聞こえるかな。ね、なんなんだろう、泣きそう。でも、声質が悪いっていう。声質悪い？聞こえたけど、宇宙人モード。なんでだろう。なんでやねんねんねん。なんでだろう。何が原因？マイクってどこなの？ワイヤレスイヤホンとか何もなってないんだけど。なんでだろう。ブツブツ切れ気味。ああ。悲しい感じ。なんでまだプチプチやってんの？なんで？あれ？なってない、全然。治れ。十字モードって。やだ、悔しい。スマホに切り替えるか。どうしよう。ちょっとスマホに切り替えます。とりあえずスマホに切り替えた梶島愛也です。全然治んないからちょっと頑張ります。一回全部閉じて再起動してからだな。ということで、アップアップガールズカープニキの梶島彩です。お元気ですか？これはスマホです。スマホでやってます。スマホはもう間違いないからね、私の中じゃ。ということで、今日はオルチバおもてなし隊という、私は千葉県のおもてなしの機運を高める活動のオピニオンリーダーをやってるんですけど、それの今日お仕事をしてきました。あ、これパソコンじゃないです、これスマホです。スマホから配信しております。はい。今日はオピニオンリーダーとして頑張ってきたんですけども、最近は千葉のいろんなところに聞かせていただくことが増えて、とっても嬉しいでござる。うん、ありがたいね。泣きそうだわ。よし、泣きそうだわ。というか、本当ありがたいことでございます。ちょっとでもね、千葉県に何か自分ができたらななんて思ったりしますね、本当に。うんうん、ありがとうございます。皆さんはどんな一日を送ってましたかね。晴れた。そう、ちょっと雨降ってたりとか。あれ、私今日傘で帰ってきたよね。大丈夫か。なんか晴れたの。そう、晴れた、よかった。そうなの、なんか雨結構降ってて怖いかなって思ってたんだけど、パッて晴れて、なんか珍しく晴れだった。私外出るとするとすぐ雨降らしがちなんですけど、今日は晴れたのでハッピーって感じでした。カメラ目線してます。こんな顔してます。さっきちょっと家、今日はちょっと早く終わったから、まあ、家に帰ってきて、あれ、サザエさんの実写化
ドラマがあったので、ちょっと途中まで見てました。皆さんドラマ見てますか？なんか私が見てるドラマ言いたいだけなんだけど、ちょっと聞いてよ。あれ、月9って今何だろう。まあいいや、チート。俺の話は長い。日本ノワール。東京グ。東京グなんちゃらかんちゃらみたいな。次。結構見てるんだ。あ、元カレマニアか。でもそれ、あれ、東京グールじゃない、東京、キムタクのやつ、そう、グラメゾン 最近見始めたやつなんかちょっと分かんない グランメゾンか。そうそう、なんかママがすごい見てて面白いっていうか、私も見たら面白ってなったんだけど、私も料理できるようになりたいなって思った。 グラメゾン東京、あ、逆か ごめんなさい。これなるね、これなるね。そう、めっちゃ面白いです。なんかニートの男の人のお話なんだけど、なんか結構面白い、コメディチックですごい面白いです。はい。ですかね。あ、4分間のマリーゴールド見てます、見てます。あれはびっくり、見てます。あれも見てる。カジクッキンはあのままは面白いのにさ。家事は料理ができるようになりたいんです。得意料理はカップラーメン。誰よりも美味しくお湯を注ぎます。あとは目玉焼き。あ、市役所見てる、見てる、それ見てる。そう、面白い。私の好きな松本まりかちゃんが出てる。好きなんだ。いや、私も女優さん好きなんだよね。そうそう。アプロメンバーで料理対決したらもう見えちゃうよ、結果が。松本まりか幼馴染なんですよね。本当に？本当に？ドラマ「ウォーターボーイズ」ドクター X。 おお、すごい、喋るとギターに全部響くね。すごい、喋るとギターに全部響くね。家事が料理作れって言われたら肉団子スープ作っちゃうかな。肉団子スープって作れると思うんだよね。地熱だよね。1位は家事、料理上手だし、上手ではないか、でも下手じゃないよ多分。レシピ見ればできると思うんだけどな、なんて思っております。肉団子スープ、中華系、肉団子ボン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 入れるやつ。 春巻き以外の料理作った？春巻き以来ね、すっごい目玉焼き作ったよ、いっぱい。
でもなかなかやる時間がなくてさ、でもあれだよね、だいぶさ、だいぶさ、あの時間が必要なんだよね、やっぱり。あ、すごい、自分映ってる。自分映ってる。すごい、ショールームってこんな感じでみんな見てるんだ。自分が映っている、なんかめっちゃキンキン言った。ハウリングした。ハウリングしたよ。やばいやばい。もう。ちょっとね、これ変な感じになっちゃった。あ、もうやばい、10分しかない、もうあと。今日は、返し巻きのご飯が、なんだっけ。あ、餃子だ。今日餃子なんです。餃子。楽しみ、餃子。なんか、久しぶりに家でご飯食べるんですよ。夜ご飯、まあ、みんなで食べるのっていうのかな、ちょ久しぶりだと思う。2週間ぐらい家でご飯食べてなかった？そんなことないか、1週間ぐらいか、うん、うん、返し巻きの餃子、キャベツとかあんま入ってなかった気がするな。なんか肉いっぱい入ってた気がするです。キャベツ、白菜だって、ネギ、わかんないわかんない、やばい、まあ、適当なこと言うとまたわかんないからさ。でも最近すっごい中華食べたいと思ってた。チャーハン、スープ、麻婆豆腐、ラーメン、小籠包、あんパン、あんパン、ももまん、はー、ホイコーロー、八宝菜、すごいやつ、すごいなんかもうすごいな、こうやってやつ、アイス、なんかもうすごい食べたい、はい。もう麻婆豆腐好きな、あ、そんなん、そんなん、山手線ゲーム、野菜、トマト、ピーマン、白菜、キャベツ、レタス、レタス、ナス、ブロッコリー、カリフラワー、かぼちゃ、きゅうり、あー、意外と出てこないもんだね。わかんないや、意外とこのテンポに一人で合わせるのつらいけど、意外といろんな
一人楽しい。次、ヤマト戦ゲーム。どうしようかな。ヤマト戦ゲーム。アイドル名。うわ、これめっちゃ懐かしくない？アイドルの名前？うわわわわわ。え、どっち？え、人物？それともグループ？どっちがいい？どっちがいいんだろう？個人名。いやー待って、意外と出てこないかも。グループにする？個人名。個人名。はい。カジー、ちなつ、まーちゃん、にーなたん、ゆりちゃん、あみた、ちーこちゃん、ほうちゃん、ふるかわさん、さほさん、森さん、関根さん、新井さん、みゆちゃん、らくちゃん、ひかりちゃん、きかわさん、えなに、あらん、ひらん、ひろさやかさん、和田やかさん、おだあちゃん、あ、僕なんか意外と待ってないのかな。もう待って、意外と焦るこれ。ちょっとグループ名にしよう。グループ名、アバブガールズかっこにぎ、アバブガールズかっこり、アバブガールズかっこブルース、吉川さん、モーニング娘さん、スーパーガールズさん、くまりデパートさん、こぶしファクトリーさん、つばきファクトリーさん、ビヨーンズさん、アンジュルムさん、ジュースジュースさん、うわー待って、ちょっと一回、まあ続けたいんだよ、続けたい気持ちはやめやめだもん。でも全然詰まって出てこない、この短期間で行けと言ったら難しいんだって。もう一人でやるのは難しいことが分かった。全然意外とできないや。もっと言いたかったのあったのに。あの神谷田さん好きだし、もうフェスティブさん最近好きだし、もうニジコンさん、ニジマスさん、マジパンさん、めっちゃ好きな人いっぱいいるのに言えなかったのが辛い。ビスさんでしょ、ビスさんでしょ、なんかもういっぱいいるのに。プーッ、まあまあいっか、なんかよくわかんない字になってしまったんだけど。花笛のコールって、知ってるんですか。ドラえもんさんだから。じゃあはい、タキコプター金ちゃん、ふきんちゃんだからドキンちゃん的な。
ひとおとび。ね、最近アナリコーダーねやる人増えてきてるんよ。なんでだろう、流行ってるん。リクエストにお答えできます。私はまあまあそんなことは置いといて、皆さんたくさん見てくださってありがとうございました。ちょっとお時間来てしまったんですけどね、ちょっとギフト読み上げていきたいと思います。マグさん転んだ、ジジさん転んだ、おっちゃんやっぱりありがとうございます。おっちゃんが転んだ、酒井さん転んだ、ジジさん、あ、リスちゃんもらいました、ありがとうございました。感謝です。アイドルが当たりこうだくのが普通のことになった。家事が普通にしてきてる。これ早押さないと。あ、出た出た出た、嬉しい、キュートさん大好き、あ、ありがとうございます。じゃあ私もキュートさんが大好きだったっていう奇跡なんですね。そうなんです。ふきんちゃんありがとう。足草ケチアイドル、おい、ほんまでっか見たっていう人来た。ほんまでっか TV ね、結構ね見たよって人にいらっしゃった。なんかさっきテレビ出てましたみたいなあのコメントをくださる方結構いらっしゃって、ちょっと嬉しかったです。ありがとうございます。ということで最後まで見てくださってありがとうございました。続いての配信はあれ、何時だ、次なんだっけ、カジシマーヤ、次は20時15分からの配信になる予定です。ちょっと今回予定なのでちょっとまだわかんないんですけど、もし遅れちゃったらごめんなさい。久しぶりに家族全員で夜ご飯が食べれそうなので、はい、いっぱい食べてくれと思います。ということで最後まで見てくださってありがとうございました。ちょっと最後に告知だけさせてください。私はカジシマーヤ×渋谷109商品開発部×ショールームでのコラボグッズが完成いたしました。今日からインターネットの方で販売スタートしております。皆さんのおかげでね、グッズを出すことができました。109とのコラボグッズです。今回ワークキャップ、帽子と布ステッカーの2枚セットと手帳型スマホケースの3つを出させていただくことになりました。109のインターネットサイトの方で絶賛販売中ということで、皆さんぜひ買っていただけたら嬉しいです。ぜひ使ってください。そして11月30日にはアップアップガールズ括弧2期フリーワンマンライブ開催決定いたしました。フリーということで無料で私たちのライブが見ていただくことができるということです。渋谷のカットアップスタジオというタワーレコードの地下1階にて誰でも来ていただける無料のワンマンライブです。お昼12時から開始なんですけども、もうがっつり思いっきりライブやらせていただくので、ぜひ観覧フリーです。皆さん来てください、お願いいたします。絶対来てください。観覧フリーというと違うのか、無料のワンマンライブ、がっつりワンマンライブやらせていただきます、お願いいたします。そして12月1日にはこれはもうガチのワンマンライブがあります。初台座ドアーズにての平成最後のワンマンライブ、昼からと夜から両方とも2部構成になっています。
これは2500円で私たちのライブ見に来ていただくことができるということで、大変お買い得にはなっているので、私たちのライブぜひ見に来てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、最後まで見てくださってありがとうございました。私たちのアプガニキ、私たちのアプガニキじゃないな、アプガニキのライブぜひ私たちに会いに来てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。お手を拝借、せーの、以上です。続いての配信は20時半からの予定です。遅くなったらごめんなさい。ありがとうございました。聞こえてるんかな。どうなんだろう。梶島の梶島です。どうだろう、ちゃんと聞こえてるんかな。明るい音、大丈夫だって。さっきちょっと寝てました。おじいちゃんの部屋で寝てました。ぐっすり。ちょっと今ちょっと普通に寝起きです。よくどうなってるのだって、こうなってる。どうもなってないよ、普通に服だよ。目覚めるかな。ビスチェっていうのかな。夜の顔ってむくんでなくていいね。寝起きだけど。どうなんだろう。火事です。元気。寝かけてる。どういうこと。かけてないよ。この服は結構、良かったんだっけ。結構あれだよ、結構あれだよ、なんかどっかの洋服屋さんだよ。早くカジデザインのキャップかぶりたいだって。嬉しい、買ってくれたのね。
餃子たらふく食べた。食べた。なんかお昼が私食べ損ねて4時ぐらいに食べたんですよ。あ、4時じゃないか。5時ぐらいか。5時ぐらいに食べたんですよ。お昼を。だから。なぎたん。なぎたん風邪ひいてる。大丈夫？何風邪だろう。でも、季節の変わり目だから、ね。だいぶ、お風邪ひきやすく、お風邪ひきやすい地域だよね。確かに。そして、発表されてるかな？発表されてた気がするな、さっき。めっちゃお腹鳴ってる。こんなゆったりな配信、寝起き感強すぎない？これかな。どれだろう。どれだろう。あれ？発表されてたかもしれない。またね、だって。ありがとう。また来てくださいな。ここね、ゆっくり。これか。はい。ということで、実はですね、一つだけ発表がございます。イエーイ。明日ですね、アップアップガールズ過去2期の森永ニーナが、ミスインターナショナル大会の本番ということで、すごく、今日までにね、明日か、明日までに、いろんな、訓練だったり、ダイエットだったり、その日に向けて、いろんなことを受けて、いろんなことを下に臨むので、ぜひね、応援していただきたいんですけども、会場、11月26日火曜日、15時開演、ティアラ高等大ホールにて、ミスインターナショナルでございます。まあ、そこでね、実は、なんですけども、カジシマが楽屋レポーターに就任いたしました。これちょっとありがたいことに、私は客席の方で、なんと客席の方でね、今回ニーナと応援しに行くんですけども、楽屋レポーターということで、ミスインターナショナルの楽屋を追撃訪問させて、訪問させて、決まりました。そうなんです。ありがたいことに、楽屋レポーターをやらせていただけるということで、まあ、きっと皆さん緊張されてると思うんですけども、裏でちょっと直撃というか、少しね、本番直前の、ね、本番直前の、少し、お話をお伺いできたらななんて思っております。綺麗な方々がたくさんいらっしゃるので、めちゃくちゃ私もドキドキしていますが、まあ、森永ニーナを中心にいろんな方からお話聞けるように頑張っていきたいと思います。ショールームの方で、しかもこのルームです。バブガールズ過去に梶島編のルームの方で、生配信させていただくことになっておりますので、ぜひね、私のルームから生で
緊張感漂う楽屋裏を見ていただけたらななんて思います。そうね、できるだけ邪魔にはならないようにしていこうとは思っているんですけども、また詳細が決まり次第私の方からツイッターなりいらないで配信の詳細をお送りしたいと思いますし、私のお気に入り登録をしていただくと配信始まった時に、見れますので、ぜひよろしくお願いいたします。めっちゃ不安、大丈夫かな、頑張ります。だから今ちょっと頑張ってプロフィールを見ています。いやー、なんかなかなかいろんな方にインタビューするのは難しいかもしれないので、あれですけど、まあ、会社もね、森永2位の中心に、たくさんの方にインタビューできたらなと思ってます。頑張ります。よろしくお願いいたします。2位の担任も言ったんですよ。楽屋裏入るんだって話したら、なんか私も頑張りますって、ね。ね、いや、まさかミスインターナショナルの楽屋に入れると思わなかったから、めちゃくちゃ嬉しいんですけども、私は、もし、いないと思うんだけど、もしこのショールームをミスインターナショナル出る方が、もし見てるとしたら、私はプガニキのアイドルの洋服、衣装で歩いてるので、よかったら話しかけてください。この配信何時までだっけ？この配信何時までだっけ？なんかショールームの配信中とかツイートすると減るんだよね。これ21時までか。はい。視聴者ね。発表して楽屋レポートまですごい。確かにそうなんですよ。私、梶島きっかけで、ニーナさんのミスインターナショナルが、ミスインターナショナルに出るっていうのを発表してたんですよ。ニーナさんが。私、楽屋まで来ちゃって。いやー、ありがとうございます。本当に。ありがたい限り。経過？チームだったりとか。経過？ジムだったりとか、ニーナさんのジムとか私多分ほぼほぼ一緒に行ってたからね、そんなことないか、8割くらい一緒に行ってたんで、経過も見てるし、応援もしてきたので、なんか嬉しいです。ガジーのショールームと縁が深い。確かに本当だね。ぜひね、森永ニーナの応援よろしくお願いいたします。ミスインターナショナルに火事が出る。なんだそれ。ミスインターナショナルやば。いや、出ないわ、私は。ニーナとの頑張り一番近くで。いやー、結構いろんなところでニーナとの頑張ってる姿見てたんで、ちょっとたまに邪魔しちゃったかもしれないけど。私が隣でなんか食べたりしたから、ごめんねってすごい思うんだけどさ。ごめんな。ごめんな。うわー、みんなめっちゃくれてた。そういうもんかわいいただきました。ありがとうございます。感謝。そしておいちゃん転んだ。おいちゃんやばい、ありがとうございます。おいちゃんファイトいただきました。そういうもんやばい、ありがとう。酒井さん転んだ。ありがとう。じいじさんやばい、ありがとうございます。てるさん転んだ、ありがとう。じいじさん転んだ、ありがとう。おー、あれ、りんちゃんくまいてりんくま、ありがとうございます。そしてマグさん、マグだるま、ありがとうございます。本当に感謝でございます。ありがとう、ありがとうございます。本当に、いや、来年私出るかもしれないですからね。本当に
何を言ってんだ私は。そんなそんな、すごい、なんか久しぶりにこれ開いた。アバターの原画です。イチョウです。アバターの原画。候補にはこいつもいたんだな。アバターの原画が。こんばんは。前回のアバターケニーどうしたの？アバターケニー前回なかったんだな。そうなんよ。ミスインターのショタル候補。みんなで考えたら懐かしい。いや、覚えてます、私も。嬉しかったんだもんね。なんか聞こえてくる。なんか笑ってない。カジシマキちょっと。カジシマキちょっと。なんか賑やかやわ。なんかびっくりしただけ。普通にカジシマキの。配信できなかった。前回めちゃくちゃ悔しかったのを覚えている。あ、みんなごめんごめんごめん。えってなっちゃった。失礼。鹿島家の中のお話だった。ママ島さんめっちゃ笑ってますよ。なんだろう。気になるよね、誰かが笑ってると。あ、最近ありがたいことが決まったんですよね。うん、また一つ嬉しいお知らせがまたできそうだ。でもすごい緊張する、やっぱり。だから頑張ります。楽しみに待っていてください。そう、ね、間違えた間違えた。ああの話してなかったかな。ね、あの遊戯王のっていうのかな、に行ってきました。そう、アライパイセンにくっついてきました。それはなんでかっていうのはね、後々皆さんに公開されるので少々楽しみにしていただけたら嬉しいんですけども、そう、そうだ、まだそう、私もねツイートさせしようと思うんだけど、タイミングがね分かんなくてちょっとまだしてないんだけど、アライパイセンにくっついていったんです。デュエリストの方々がいっぱいいらっしゃって、そう、いっぱいお勉強してきました。そうそう、でさ、リコーダーをそこで吹いてきた。そう、ピロピロリンってしたら、なんか面白いって言ってくれて。いっぱい吹いてきました。何しに行ったんだって話なんだけど、遊戯王を見に行ったんですけど、リコーダーいっぱい吹いてました。クリス君、ありがとうございます。感謝いたします。そう、新井さんがつぶやいてるやつです。プレミアの巣窟また出たい。プレミアの巣窟また出たいです。カジノターン、遊戯王知ってんの？って、あ、ちょっとやってるんです。そう、初心者ですけど、
大さんと一緒にゲームの上手できるのに、いやーありがたいです、本当に。洗いパイセンと一緒にお仕事できるのめっちゃ嬉しくて、今度また一つ洗いパイセンと一緒にあるのがあるんですよ。ああ楽しみです。あさって、しあさってか、しあさってまた洗いパイセンと一緒ですよ。しゃやったー、楽しみ。カピちゃんとご飯楽しかった。楽しかった。いや、今 LINE してるんですけど。そう。カピちゃんとご飯に行って、ご飯に行ってから、カジーちゃんスキピド上がったわーって LINE が来た。今日、ナットジャム・ザ・ワールドじゃないですか。今日、乱入来ないのって来た。から、魂だけ行くよって言って。で、この間、美味しいご飯屋さんに行ったので、またご飯連れてってって言った。ご飯、ご飯、ご飯って、チカミちゃんに連れてってもらおうって思って。チカミちゃん。は、お姉ちゃんだから、めちゃくちゃ、そう、お話聞いてても、あ、お姉ちゃんやわ、すごい、もう、大人だって、家事子供だなって、すごい思った。だから今度もご飯いっぱい連れてってねーって言うて帰ってきたよね。ほんと、末っ子気質なんだよ、私。そう、すぐこうなっちゃう。なんか誰と、まあ、なかなかご飯行く相手っていないんだけど、まあ、誰と行っても、まあ、誰と行ってもそうなっちゃうんだよね、なんか。うん。またご飯ついてねってすぐ言っちゃう。ダメだね、なんかこう、積極的にこう自分のここをアピールしていきたいんだけどね。知らない間にね、そうなってる。知らない間にそうなっちゃってるんだよね。ご飯食べてって、みたいになっちゃうんだよね。そこは悩みです。ずっと悩み。学校とかでもそうだった。なんかこう、何？まあ、例えば文化祭とかあるじゃないですか、高校の時とかに。で、なんかこう、4つぐらいグループ分かれて、ここやって、ここやって、ここやって、みたいになるじゃないですか。別にここをやるグループって決まってるわけじゃないけど、勝手にこうグループポンポンポンって分かれてるでしょ？一生懸命やってたりするんだけど、知らない間に私は、ねえ、これやってとか、わあ、これやってってよく言ってるんですよ。いや、無意識なの、無意識。うん。なんか知らない間になんかこう、これやってとかさ、これやってとかさ、わあわあわあとかはしゃぎ始めてしまうタイプなんで。うわ、ちょっとそれはね、まだまだダメですよ。本当に。頼り癖っていうのかな。家事の取扱説明書をね、作るんだったらね、頼り癖っていうのはね、確実に入ってくるね。思いっきり吸い込み気質だ。どうしよう。頼ってしまうよ、すぐ。いいことではないでしょう、やっぱり。頑張ります。家事の取扱説明書作ってほしい。誰か、作って。あ、仕事終わってる。お疲れ様。いいキャラなの。作戦って、私ね、あんまりお姉ちゃんとかにも一回もおごってもらったことないよ。あったかな？姉ちゃんにおごってもらったことないよ。嫌がられなければよき。
こんな妹気質な子知らないだって。嘘。結構格別でこんなのかな。でもそれはね、本当にある気がするな。結構な気がするもん、自分でも思うけど。なんか、やばいなって、たまに思うんだよね。天性のものなのかな？天性のものなのかな？たまに圧が強すぎる時がある。そんな梶島です。あばば。年下の子に対しても、この今度ステッカーのお礼に姉島さんにおごらなきゃ。確かに。あ、おごるの？やだな。おごるのはやだな。あ、新しい変顔を見出した。USJ にいそうだね。新しい変顔、今までやったことない変顔したわ。ねえ、びっくりした。悪いこと出さないんですよ。悪いこと出さないんですよ。アミとも似たような。あ、アミちゃんもそういうタイプか。合わなくないよ。全然アミちゃんと合わなくないよ。今度アミちゃんとスイパラ行こうって言ったの。行くもん。本当に行くもん。オラフ。あ、次のアバター、姉島のイラスト。あ、おお。なるほど。あれ、良くない？でもあれだよね、全然。スイパラ行く行く詐欺じゃない。え、詐欺じゃないよ。本当に行くからね、アミちゃん。アミちゃん本当に行くからね。どうしよう。12月に行く。私が誘うから。だったらお姉ちゃんも配信見てくれるかも。ってくれるかな。お姉ちゃん絶対配信見ないよ。だおごってあげるんだろ。だってちょっと待って。いや待って、おごらないよ。やっぱだーめ。本当にスーパーってすぐ行けんの？いや私したことないの、スーパー。何、スーパーって何？なんか私にスイパラ教えてください。行くってば。え、おごらないよ。え、おごるの？ええ、いや、おごらせはしないよ。待って、スイパラって何？スイーツパラダイスでしょ。これはひどいな。いや、それはもうみんなにおごるよとか言ってからおごるのと嫌じゃん。これは太るだって。あ、そうなんだ。スイートパラダイス、なになに、スイパラ甘いものいっぱいあるよ。そうなんだ。ケーキ食べ放題。スイートパラダイス、みーちたん。一番面白いこと言わないでくださいよ。はい。あいちゃん食べれないの？そうだって。え、ちょっと、え、でもいける。だけど、甘いものが最近好きで、そう。最近好きで、なんかスイパラって、夢の
甘い国でしょ。だから、カチマがスイパラ行ったら、食べたことない未知の甘いものが食べれるんじゃないかと思って。思ったんだけど。でも生クリームは苦手。食べれない結構。タルトとかないの？カスタードタルト的な。アミちゃんこれ食べていいよ。え、めっちゃいいそう。アミちゃんこれ食べる？って一回チカピちゃん一緒に来ない？一回チカピちゃん一緒に来ない？一回チカピちゃんちょっとついてきてくんないかな？チカピちゃんと甘いもの好きなんかな？一回だけでいいから、チカピちゃん一回先行こうよ。どうしよう、なんか不安になってきた。どうしよう。まあ。チカピちゃんでリハーサルしてた。チカピちゃん。でもだって想像つくんだもん。ひどくない、ひどくない。緊張するの。いや、もともと、カジシマ外出る人間じゃないから、外食とか友達とか誰かと来ないくの、毎回緊張しちゃうの。だから予行練習とかしちゃいそうになっちゃうの。一人で行きそうだよ。危ないでしょ？本当に。リコフにデート、ゲネ。ゲネだよ、ゲネ。緊張しちゃう。もともと私、本当に外食とかしなくて、家からほぼ出なかったから。ほんとほんと。わかるでしょ、この、カジシマのビビりさを。カジシマのビビりさを。緊張しちゃうじゃん。あんま甘いもの食べれないっていう情報を得たぞ。チカピちゃんカレー食べれなかった気がするからな。チカピちゃん、みんなに違う違う。チカピちゃんは、なんかわかんないけど緊張しないんだよね。そういう意味じゃないんだ。いや、ほんとに。アミちゃんとご飯行くタイミングある。なんか、チカピちゃんじゃない。アミちゃんは、いつでも暇ですって言ってた。そうなんだ、うちもだよってなったの。それはそれですね。違う違う違う、そういう意味じゃない、そういう意味じゃない。ほんとに私マジで、ほんとに私マジで、ね、緊張しちゃうんだけど、チカピちゃんはなんかすっごいいろんな話できたの。一発目だったのに。アミちゃんか、違う違う、アミちゃんと行きたいの、私は。違うみたいなこと、なんと思ってないじゃない。違う違う。みんな、そんな、暇ない、誘わない。え、緊張しちゃうの、もう。いや、私、本当にメンバーと誰とも二人で公園に行ったことがないの。そう。わかる？わかる？やばいよね、ほんと末期だよね。末期だよね。悩み。あ、失礼になってる。そういう意味じゃないの。違う違う。これだから友達いないんだよね。これだから友達いないんだよね。ベースを書きそうです。メンバーとは行きたいんだけど、緊張しちゃうの、なんか、例えばね、まーちゃん、あのさ、美味しいお店あるんだけど、一緒に行かないとか言えないんだよね、全然。なに？なんか、合間とかだったらいいの。合間だったらいいの。そう。お仕事の合間とかでご飯とか食べるときだったらいいんだけど、改めて、誘えなくて、この日空いてる？あのさ、ご飯一緒に行かない？みたいな。
なんか、そんなこと言ったら、やめるんじゃないかとか思われるんじゃない？なんか、すごい大事な話かなみたいな。なりそうだし、なんかすごい難しいよね。今までさ、学校生活とかでもさ、人に誘われてご飯に行ってたの。誘ったこと多分一回もない。緊張しちゃうの。誘ったこと多分一回もない。緊張しちゃうの。LINE とかもっと緊張しちゃうの。どうやって言えばいいの？日時。11月26日、渋谷のどこどこに行きたいです。何？空いていますかって。無理、無理、絶対無理。誘われたら断らない派。断るよ、全然。気分嫌なのね、気分嫌なのね。気まぐれなの、気まぐれロマンティック。本当に、本当に気まぐれロマンティックなの。そんな、じゃ、い、いや、ほんとに、めんどくさい女。もう私、ショールームだと、どんどん、私の本性が暴かれていく。それなくなっちゃう。違うの。違う。別に嫌いとかじゃないの。でも違う。今日は、でも、この後用事あるしな、とか言って全然断ってしまうんです。用事あるしな、とか言って全然断ってしまうんです。タチ悪いって言わないで。本当に。めんどくさいでしょ？ごめん。前にまーちゃんから誘いを断った。え、ちょっと待って。あったね。まーちゃんがさ、この間すごい、家事めっちゃ、なんかご飯行こう、この後ご飯行こうって言ったら、家事にめっちゃ冷たく、断られたっていう話をしてたんだけど、違うの、聞いてほしい。言い訳させて。いや、ショールームだよ。原因。いや、原因ショールームだから。この後ショールームやらなきゃいけないかなってなったの。本当に、だってショールームのせいじゃん。そんなことはないんだけど。じゃじゃ、まあまあ、ショールームがあったからっていうのもあるんだけど、なんだろう。断り方だよね。なんか、恥ずかしくなって、その時、結構、まーちゃんが、え、違う、違う。まーちゃんが結構なんか、カーディーみたいな、一緒に行こうよみたいな感じで、こういう、わかる？こっちのノリで、誘ってきたの。カーディーみたいな。たまにあるのね、まーちゃんのこの急な、なんかよくわかんない、そういうのが。その時に。私だって、まーちゃん、ごめん。いけないとかできないから、私は。無理なの。できないの、その。だから、ごめん。私、このショールームだから無理だよ。ごめん、ごめん、ごめん。ってやってたら、なんかすごい失礼な断り方しちゃったんだよね。ごめん。私、別に、ちょっと行きたかった。別に、ちょっと行きたかった気持ちもあったんだけど、その行きた、1ミリも伝わってなくて、なんかすごいなんか変な感じになっちゃった。で、まーちゃんが普通に傷ついててごめんって。なっちゃったの。すごい反省した。なんか私 めっちゃヘタレだね。ヘタレだ。まーちゃんがデータにって。まーちゃん結構あんな感じだよ、ずっと。話しました。近しいことは言ってない。行くからご飯は。彼とマージャンで怖いことあるよ。彼とマージャンで怖いことあるよ。あるあるある。カレー2人でカレー行ったりするよ。でも、改めてってなった時に、誘えない。まだまだ私にはハードルが高かったです。
いや、まーちゃんとはもうほぼ一緒にいるからね。なんなん、ずーっと一緒にいるからね、まーちゃんは。本当に。いや、びっくりするぐらいずっと一緒にいるの。で、最近はちょっと減ったけど、ちょっと前までずーっとまーちゃんと一緒だったよ。だかな。まーちゃんとずーっと一緒。で、まーちゃんはうちのお姉ちゃんと同い年だから、あ、日はあぐくんできたっていうの恥ずかしいね、なんか。ポンポン。はい、ということで皆さん最後まで見てくださってありがとうございました。続いての配信は22時からの配信になりますので、また見に来てくれると嬉しいです。いやいやいや、ご飯いいとか言ってないでしょ。何？本当にもう。あ、ティフで、ティフで花リコーダーやってた人ですか？そうです。ニジコンさんかな、ティフといったらニジコンさんかなと思ったんだけど、意外と難しかった。ティフっぽい曲を吹いていく。なんだろう。星がまた届くように。あ、できた。危ない危ない。ちょっとできないかと思った。とかね、ティフっぽい曲を吹いていきましょうか。三角形、三角形。とかかな。ごめんなさい。なんかちょっとわからなくなっちゃった。ということで、
あら、めっちゃすごいんですけど、ありがとうございます。ただいまイベント参加中なんです。続いて22時から配信あるので、よかったら見に来てくれないですか？リコーダーバンバン吹きたいと思います。よろしくお願いします。ということで、ホソチンめっちゃくれてますんで、ありがとうございます。イラネンさんもコロナありがとう。そして、ホソチンタコチューいただいてた。タコチューありがとうございます。無駄の、ありがとうございます。22時から皆さん配信お待ちしております。ということで、お手を拝借、せーの、以上です。みんなが集まるまでギリさんでも聞いてますか？いろいろないや。いろいろないよ。いろいろない。いろいろないわ。マイクの調子悪いって、うるいでしょ。なんでだろう。ちょっと一回切ります。みんな一回切ってもいい？音声が切れてるって。これで落としちゃった。なんでだろう。泣きそう。悲しみ。これで音声ブチブチだったらもうスマホに変えよう。おー、悲しみだ。これ私多分聞こえてない気がする。おー、びっくりした。 めっちゃ暗くなった。消えた。ただいま。これ見えてるでしょ絶対。あ、よかった。なんかすごいトラブル。最近トラベリング、トラベリングやん。トラブルばっかりです。トラブルが多いね。なんだかな。トラブルが多いですけども、いや、カポがない。カポがないから何もできないや。ということで、トラベリングが違うのって。トラベリングが違うね。カジのギター弾こうと思ったら何もできないや。これじゃ、まあいいや。ということで、始まりました。やっと始まった。ギターは次の回にしようと、って思った。
ってないんだもん。ピンクあるけど、あれがね、カップない。どっか行っちゃった。カップもう一個買おうかな。整理整頓しなきゃ。いや、整理整頓してあるんだ。さっきもらった気がした。まあいいや。ということで、すごい配信、たくさんしてるんですけども、今日は、あれをしようと思って。占い。私はもともと占いがすごい好きなんですよね。そう。占い。占い好きで、最近はよく占いをやったりしたんですけど、占いをしたりしてたんですけど、千夏がなんとか占いのツイートをしてましたね。あ、しいたけ占い。これなんかしいたけ占いの話をこの間ね、メンバーとしてたんで、カジも占っていこうと思う。カジ占われます。はなりこーだ占いはね、いいですね。やりましょう。私はカニ座。椎茸がズバリ、今週のあなたを分析、かわいいお菓子を摂取するのピンク色が出てますって。え、なになになに？今のカニ座はちょっと自分がピリピリしまうことに、ピリピリしてしまうことに対する取り扱いが必要になります。いきなりお説教みたいな言い方をしてしまってごめんなさい。え、今のあなたは強気な自分と弱気な自分がいます。強気な自分というのは、自分が今やってることに対して最大限の努力をして成果を出していきたいと願う自分から出ています。そして、弱気な自分は自分がミスや失敗に弱いと自覚していることから出てきます。今、あなたがここでへこんではいけないと自分を強く保とうとするあまり、ちょっとピリピリしやすい自分のが出やすい状況だって。へぇー、ピリピリしてる私。間違ってるない気がするな。でもピリピリしてる自覚はあんま出てないけど。欲しがりではあるかもね、成果。どう乗り切る？だって。これも言い方がきつかったら申し訳ないのですが、あなたはテンションが下がるときっていうのは、周りの人の無自覚で何も状況を考えてないようなデリカシーのない言動に起こって引き起こされます。なんかこうクラッとしちゃうんだってさ、それ本気で言ってんの？とか、カニ座は体力とか精神的な余裕がないときに、周りにいる人の失礼さや無自覚な言動に骨まで届く。一撃を加えられやすい。そうか。でも人が言ってること結構、あーってなるときあるよ。そういうの見抜かれてるんだ。結構私ね、すねがちなんですよ。すねやすい。どうしよう、だって。今週は現場から引退した人など、自分のことをちょっと思ってください。あ、今週は現場から引退した人だと自分のことを思ってください。私の仕事は可愛いお菓子を探すことだから。だからシールないって。ちょっとイラッとしちゃう自分から距離を取ってほしい。恋、恋愛、だって恋愛、愛でも深刻に全部見つめ直す。などはやらなくていいです。どういうことだろう。追い込みやすい習慣にいることだけ、ああ、今の自分そうなんだと覚えておいてください。あ、ラッキーカラー。パワーアップは赤。カラー、クールダウンはピンク。へえ、そういうことか。ちょっと、意外とバシバシ言われたわ。なるほど。ちょっと、ピリピリしてる時期なんだって。
だってさ、単独ライブに近かったりするからなのかな。してる？他の星座も気になるって。皆さんぜひ椎茸占いやってみてください。姉島さんも蟹座なんで、多分同じ。ああ。姉ちゃんもピリピリしてる。最近僕のおかじ使わてくれないって。え？嘘？なんだね。入れるわ、じゃあ。入れたいよ、私はいつでも。ピリピリしてるって。褒め続けよう。褒められ。結構占いは当たるというか、結構私好きです占い、めっちゃ好き。双子なので俺超すげーとか思うことしてます。なるほどなるほど。かわいいを投げるところがと思ったんで占い聞いてなかったんでなんかピリピリしてる時期らしいです私。で、へえ、そうなんだ。見るのが好きなのかやるのが好きなのか。確かに仕事が終わりません。みつおさんも頑張ってください。みつおさん頑張ってください。なんかこの間ね、なんか書いてあったよ、忘れちゃったけど。忘れちゃダメじゃない？せっかく占い師さんに忘れちゃったよ。もう一回星集めお待ちしてます。あ、ただちょっとこの配信を短くしようと思ったのごめんね。間違えた。あ、間違えた。じゃあ、カジの占いしようか。リコーダーの占いみたいな、なんかできたらいいなって思って。今、勝手に考えてるんだけど、ね、ちっちゃいサイコロがあるの。ちっちゃいサイコロを使って、なんかできないかな。この中に入れてみる？あ、取れなくなるやつだ。あ、もうすでに取れない。どうする？取れない。見て、うそ。これ3番手ねえ、取れない。やってもうた。あ、大丈夫だ。ここに棒があるじゃん。吹けばいいのか。なるほど。出ない。ねえ、入っちゃった。どうしよう。取れない。あとだ。焦った。これやばい。これこそ取れないかも。占いしようと思ったのに、占いしようと思った。これ取れる。リコーダー占いが全然わかんない。どっちリコーダー占いするんだろう。
どうしたら結果が出てくる。あれあれ、ああまだ詰まってる。なんかリコマリコーダーも占い全然うまくいかないや。何してんだろう私、わかんないや。やめよう。かなりコーナー占いをなんかできればなって思ったんだけど、あまり思いつかない。間違えた。なんかできるかなって思ったの。新しい使い方を私が見出そうと思ったの。3代目4代目のコラボ。何の時間だったんだろう今本当に。いや占いしてあげようと思ったのみんなのことを。でも全然なんかできなかった。なんかこの配信で生まれるかなと思ったんだけど全然生まれなかったね。やめよう、もうもうやめよう。私こういうの配信内でしか思いつかないんだよあんまり。まあ占いはまたやります。そうね、アルトリコードだったりかもしれない。狙うとダメ、確かに意味のない笑い。確かにアルトだったらワンチャンできるやつだ。笑いは生まれたんだろうか。大丈夫だった。カジマの配信だし、明日のニーナとの運勢やだに占わないよ。ちょっと怖い、怖いから。それ私が何回なこと言ったらやばいでしょ。リコーダー占い作ろうと思ったんだけどな、何も生まれなかった。リコーダーがサイコロ出すの新しい。確かに確かに新しい。最高頃から離れて離れ込んだもんね。確かに。ママジマさんに今の感想を聞きたい。見てんのかな。リコーダー占いは可能性感じる。リコーダー占いちょっとなんか思いついたらやります。どっちに倒れたかとか。なるほどね。なんかずっと喋りすぎてさ喉がね痛いんだよね。私の部屋が汚いのかな。うん、こっちでリコーダーを振り続けるっていうのは、ね、確かにリコーダーもレパートリー増やしたいな。わけないじゃんです。ニジコンさん新曲出てたな、聞きました。
フェスティブさん、最近聞いてんの？あ、やばい。あ、できた。村田さん。横に移動しながらの方が思い出せる説ってちょっと面白かった。いや面白かった。今笑っちゃった。急に音れなくなった。この音出ないの？何、どうした？何だった？サイコロ入ってないよ。鼻の調子か。サイコロのノリだ。とかかな。急に音出づらくなっちゃった。そう。晴れとけアパレーってやつです。カーテンコール。いいですね。あ、こっちじゃないのにする。もう一匹いたわ。難しかった。スキーめっちゃ生で見たんですよ、プレディアさんのやつ。タタタタタタタ、そう、あの時めっちゃかっこいいってなったの。懐かれ。耳がはしゃいでますね。アイドルさんの曲を吹いていこう。
ミスさん。君は辛い。これ盗んじゃいけんよ。あれ？星集めに来たら砂川ラーナリコーダー服姿。ウグイスク、ありがとうございます。マリオ聞きたいだって。早くなるのってあれだよね。全然足りない。もう一回。
あ、難しい。足りない。全然足りない。音階足りなすぎて泣いた。難しい。全然下足りないや。まあ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 。は嫌だ。BGM が全部鼻リコーダー。 P スイッチ押したらチッ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 ってやつよね。カジノ鼻リコーダー。いや、だいぶ、やっぱり左手がいいんだよね、ここ。だと幸せ。かっこいい。ということです。すいません、ちょっとお時間が来てしまったんだが、次の配信時間次こそギター配信できたらいいんだけどね。次の配信は23時45分からの配信になります。皆さんぜひ見に来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、ギフトをちょっとたくさん来ていただいてます。ありがとうございます。ギフトまで1万切って、あ、6000、
あと6000だ。アバター作れるかもね。マジで？頑張ろう。え、本当に？やけたらさん、ありがとうございます。くってありがとう。だるまもらいました。じいさん、かわいいいただきました。ありがとうございます。そして、マグさんからんだ。ありがとう。そして、ほどって、わー、1000、ワン、ツー、スリー、フォー。ありがとうございます。感謝。転んだ。おいちゃん、やいばい、ありがとうございます。メガネくんも、やいばい、ありがとう。ということでした。みんなありがとう。23時45分。できるだけ早く帰ってくるけど。お願いします。ということで、最後まで見てくださってありがとうございました。カジシマのリコーダーはまだまだ進化し続けると思いますので、よかったら見に来てください。お手を拝借せーの。以上です。ありがとうございました。聞いてもいいですか？なんで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 わかんない。一回切ります。ごめんなさい。どうなんだろう。大丈夫？